人型ロボット、アクトロイド人造人間は、人型ロボットなど人間を模した機械や人工生命体の総称。SF フィクション作品、漫画、映画、小説などで取り扱われることが多い。日本国語大辞典に掲載されている人造人間の最も古い要例は、1923年に出版された人造人間にある。この本で、宇川。 人造人間という語を作中に登場するロボットの訳語とするとともに、放題としても用いている。序文中では、私はこれを勝手に人造人間と訳しました。と述べている。人造人間は、翌1924年に築地小劇場において上演された。人造人間という語がうがによる造語かどうかは、定かではないが、これ以降、 人造人間はロボットの役ごと認識されている。現在発行されている多くの国語辞典で人造人間の項目に人造人間とはロボットのことに類する記述をしている。より詳細な国語辞典では RUR との関係を含めて記載されている。RUR のロボットが人の代わりに作業をさせるために人を模して作られたものであったため、 人造人間という語も人に代わって作業をする存在や人を模して作られた存在人の行動を模して作られた存在に対して用いられる。RUR のロボットは人間そっくりに人間とは異なる蘇性で作られたまさに人造人間と呼ぶべき存在である。しかしその後一般に広まったロボットという語は徐々に それが用いられる対象や範囲を広げていった。現在ではペットロボットのように人に代わって作業をするわけでも人を模して作られたものでもないものもロボットと呼ばれている。それらは日本語としての人造人間という語の人造の人間というイメージからは逸脱するため一般に人造人間とは呼ばれない。現在は概念としてロボットを単純に 人造人間に置き換えることはできない。足もホンダ技研工業が開発した、世界初の本格的な二足歩行ロボット人造人間という、語が広まる以前から、人造の人間という概念は存在した。実在するものとしての、RUR のロボットのような人造人間は、今のところ実現していないが、伝説上の存在や、 架空の存在としての人造の人間は古くから語られ、また作品として創作されている。それらの多くは大きく、人造人間というカテゴリーに分類されてはいるものの、個々の人造の人間の特徴や特性、呼び名は様々である。伝説上の存在として、古くはギリシア神話のタロース、ユダヤ伝説のゴーレム、ギルガメシュ女自身のエンキドゥなどが挙げられ、 日本でも鎌倉時代の説話集、先週書巻後に、西行が、小人小石さに、死人の骨を集めて復活させようとして失敗する、話、高野さん三刑事付け骨にて人を作ることがある。SF 関連作品に登場するものとしては、フランケンシュタインの非造物以降、多数の人造の人間が創作されている。実在のものとしては、 日本では1928年に西村誠が学ぶ転足を制作している。作られたのは上半身のみだが腕を動かして文字を書いたり表情を変えたりすることができた。21世紀初頭の現在までにはホンダの開発した足もや富士ソフトが開発したパルロなど人間の動きに近いもの株式会社心と大阪大学が共同で 開発したアクトロイドのように瞬きや呼吸といった人の挙動を模倣したものなど、それぞれの分野に特化した形で実現しており、さらに研究開発が続けられている。ロボットの定義が明確に定めがたいのと同様に、何をもって人造人間とするかという明確な定義も事実上存在しない。フィクションにおいても定義づけに関する対応は作品によって異なっている。 フィクションにおいて、外見や行動がより人間に近い人造人間が登場する場合、人造人間と人間との境界がしばしば問題となる。この問題は、人間とは何か、生命とは何か、心、魂とは何かといったより、根源的な問題を含むこととなるため、各作品においても対応はまちまちで、そうした、 問題自体をテーマとした作品も頻繁に創作されている。アブラハムの宗教では、旧約聖書の天地創造にあるように、人間はヤハウェエーロヒムに作られたとされており、人間を作るのは神の行為とされている。そのため、人間が人間を作るという行為は神への挑戦、あるいは冒徳とみなされる場合がある。初期の人造人間が登場するフィクションが制作された。 背景には、社会の近代化や、科学技術の進歩に対する漠然とした不安があった。この心理が、人造人間そのものへの不安、フランケンシュタインコンプレックスに反映されているとする、見方がある。人造人間やロボットのように、人造の人間を表す語は多い。フィクション作品においては、作品独自の造語や語訳、語のイメージ重視の使用なども見られる。 いかに、主なものについて記す。フィクションにおいて、人造人間として扱われることのある用語で、ウィキペディア日本語版内に記事のあるもの。ありがとうございます。